はじめまして、お花です。今日は初めての投稿ということで、一日のお出かけの様子を撮っていきたいと思います。最近は毎朝プロテインを飲むようにしています。これすごいストロベリーミルク味なんですけど、とても飲みやすくて、私は豆乳に入れて飲むのが大好きです。その次はメイクですね。メイクはそんなこだわりはないんですけど、とりあえずまつげは上げます。ブラウン色かわいいです。メイクが終わったら次はお洋服選びです。雑誌を見てから今日のコーデ何にしようかなっていうのを決めてます。で、これクローゼットですね。ちょっとクローゼットの中汚すぎてあんまり見せれないんですけど今日はこんな感じでいきます。その次はアクセサリー選びです。出かけるときは毎回腕時計をつけています。で、あとリングで、その後は黒縁メガネをつけます。で、香水はこんな感じ。アクセサリーが選び終わったら次はヘアアレンジです。最近ボブにしてからもう外羽が多くなって、とりあえずワンカールだけ外に巻くようにしています。反対も巻き終わりました。その次は前髪を巻いていきたいと思います。とりあえず最初櫛で研いでから全体に熱を当てて、でその後ちょっと毛先をくるんってしてます。で、あまり強く巻きすぎちゃうとちょっとなんか変になっちゃうので、巻きすぎないように注意しています。こんな感じ。準備が終わったら次はコートを着てバッグをかけます。かけますこれブレディのバッグなんですけど、知り合いからも譲ってもらってとっても可愛いです。で、その次はアクネのマフラー、去年の11月くらいに購入しました。もう色味がすごい可愛くて何でも合うのでお気に入りです。で、メガネ。準備が終わったので今からお友達と待ち合わせのところに行きます。足元こんな感じです。で、今日は中目黒とか代官山のカフェに行こうと思っています。お友達と合流しました。で、1軒目に行ったところがアースカフェっていうところなんですけど、とても店内なんか外国みたいな感じで、すごい可愛くて一目惚れしちゃいました。で、行ったのがランチタイムだったので、私はサラダボールを頼みました。すっごい美味しかったです。みんなもぜひ食べてみてください。2軒目に行ったのは中目黒にあるカフェ でチョコレート専門店なのかな。店内に入るとすごいチョコレートのいい匂いがして、甘いもの好きにはたまらなかったです。チョコレートを作っているところです。すごい、これすっごい美味しかったから、みんなも食べてみてください。今日はカフェに行ってきたのでお家に帰ります。ちょっと今日は食べ過ぎちゃったので夜ご飯はリンゴを食べます。お家に着いたら手洗いうがいをして、ですぐお洋服はハンガーにかけて、で今日はこのままお風呂に入りました。でリンゴ食べてます。最近ハマってる韓国ドラマを見て今日の一日は終わりです。